どうも、ナメコです。ブダペストに到着したウプ主。がっつりと観光していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、ハンガリーはブダペストに到着したところです。現在は朝の10時。本日丸々一日、自分の足でブダペストの街を見て回るぜ。本日から3日間、ブダペストに滞在するわけですが、この3日間の予定を紹介しましょう。本日はさっき言ったようにブダペスト観光、観光本に載っている、ベッタベタな観光スポットを回ります。この街の詳しい解説は置いといて、まずこちらが前回到着した、ブダペスト東駅。歩いてホテルまで移動し、こちらがブダペストでの拠点。ホテルハンガリア、シティセンター。荷物を預け、地下鉄2号線で街の中心部へ。前回最後に紹介した観覧車に乗り、鎖橋を渡り、ケーブルカーに乗り王宮へ。王宮周りをがっつりと見て回り、トラムで国会議事堂へ。その後一度ホテルに戻り、溜まった洗濯物を近くのランドリーに出し、待ってる間に夜のブダペストの街を徘徊し、この日は終了。明日は現地ツアーを利用し、ドナウベンド巡りツアー。スロバキアとの国境の街、エステルゴムを観光し、越境したりします。ドナウ川に沿って移動し、ビシェグラードという景勝地で昼食。最後にセンテンドレの街を観光してブダペストに戻ります。夜はドナウ川のナイトクルーズ。これはお世辞抜きに、絶景すぎました。カップルで行くと、ゴールイン間違いないやつだぜ。あさっても現地ツアーを利用。エリザベート皇后の夏の離宮とも呼ばれる、グブルー宮殿を見学。村としては初めて世界遺産に登録された、ホットーケー村を見学します。100年前の雰囲気が残る村を散策したり、伝統的なパローツ料理を食べたり、民族衣装を着たお姉さんの、生着替えを見せていただきました。生、は余計だけどな。十二人への着付け紹介みたいな感じだぜ。ってことで後半戦のハンガリーも、見どころ盛りだくさん。最後までチャンネルはそのまま、なのです。地下鉄、デアークフェレンツテール駅で降りました。目の前にはエリザベート公園があり、敷地内にはなぜか観覧車。周りはゴシック様式の重厚感ある建物に囲まれているので、観覧車だけがやたらと浮いています。ちょうど営業開始直後だったのか、人が全く並んでおらず、ご覧のように晴天なので、上から見た景色はめっちゃ綺麗だろうと、乗ってみることにしました。人が並んでないって、単に人気がないだけじゃ。街のど真ん中で周りは大きな建物に囲まれてるし、景色は微妙そうだぜ。ウプ主が降りる頃には行列ができてたので、まずまず人気のようです。行列にぼっちで並ぶ度胸はないので、タイミング良かったです。気になったのが名前、ブダペストアイ。ロンドンアイと名前が似てるので、名前負けしてる感が否めません。まあロンドンアイとは規模も値段も違うしな。乗車券は3000フォリント。1500円。ウプ主観覧車初体験なので、これが高いのか安いのかわかりませんが、淡路サービスエリアにある観覧車、600円だそうで、そう考えると、ブダペスト愛はお高いですね。でも高い航空運賃払ってここまで来たんだから、ウプ主は乗るぜ。なお高い分、たくさん周回してくれるようで、一周目はお客の乗り降りのため、進んでは泊まりを繰り返しますが、2周目からは高速で3周してくれます。どんだけ回るんだよ。
ってことは全部で4周してくれるのか。数えたわけではありませんが、それくらいしてくれました。また現在等倍速で映像を再生してますが、観覧車にしてはかなり高速です。なかなかワイルドだぜ。景色に関しては周囲の建物が高いので、微妙かと思いきや、その高い建物を越えた瞬間、奥まで広がるブダペストの街を一望できます。おお、これはまさしく絶景だぜ。正面の一番高い白い塔が、マーチャー市教会。そこいら一帯がこの後行く王宮です。では観覧車からの絶景をバックに、これから観光するブダペストの街について解説です。歴史建築とドナウの流れが織りなす優美な風景が、ドナウの真珠と称えられるブダペスト。街の中心部が世界遺産となっており、こんな感じで街中央を南北に、ドナウ川が流れています。かつては西岸がブダ、東岸がペストと分かれていましたが、1873年に合体して一つの自治体、ブダペストとなったそうな。ブダの町とペストの町が合体して、ブダペスト。そのまんまだな。映像は手持ちのアクションカムに切り替え。思ってた以上に絶景で、興奮気味のうぷ主。画面の動きが少々激しいですがご了承ください。ブダペストの解説に戻り、西岸のブダ地区は王宮など、歴史的観光スポットが多く残り、東岸のペスト区は旧市街で、商業エリアが広がっています。両地区をつなぐ橋も数多くかかり、橋そのものも観光の目玉です。またドナウ川沿いは遊歩道やトラムも整備され、歴史的建造物も数多く残り、ライトアップされた街並みは、まさしく真珠そのもの。明日のドナウ川クルーズ、おしっこちびるほど美しかったので、期待しといてくださいな。さてさて4周ほどぐるぐる回り、観覧車終了。価格設定が気になるけど、景色もいいし、いっぱい回るし、個人的には大満足だったぜ。こちらはブダクトペスト区を結ぶ、ドナウ川に架かる橋、鎖橋。全長400メートルほどの、鉄骨むき出しな重厚な造りです。近くに7本くらい橋が架かってるけど、ここのはそんなに特別なのか？ブダクトペスト区、2つの町を初めて結んだのがこの橋で、ハンガリーの発展に尽力した国民的英雄、聖チェニー・イストバーン伯爵の提唱により、10年の歳月をかけ、1849年に完成しました。なので正式には、セイチェニの鎖橋、と呼ばれています。イギリス、テムズ川に架かるロンドン橋を建設してのけた、設計技師と建築家をイギリスから招くことで実現したそうな。それまでは船でしか行き来できなかったブダとペストの間を、初めて結んだ橋ではありますがそれ以上に、ハプスブルク家からの独立運動、ナチスドイツによる破壊と戦後の再建、ハンガリー動乱、そして1989年の自由化を祝う人々が集まった場所であり、市民にとっては歴史を共に歩んできた特別な橋なんだそうな。
鎖橋を渡り終え、正面に見えるのがブダ川の橋のたもと、クラーク、アーラーム広場。この広場はハンガリー全土の起点、0キロ地点となっているそうな。続いて正面に見えるケーブルカーで、王宮に登ってみましょう。すごい行列ができてるんだが。王宮の丘ケーブルカー、というそうで、1870年に開通した、世界で2番目に古い登山列車です。3段式のユニークな車体形状で、全長98メートルの丘を行き来しています。今回はここまで。ご視聴。ありがとうございました。